ノンパレル、ジャック・デンプシーは、アイルランド出身の元プロボクサー。元世界ミドル級チャンピオン。一般に、近代ボクシングにおける初代、世界ミドル級チャンピオンとされる。本名は、ジョン・エドワード・ケリー。競争の20年代のシンボルであるヘビー級王者のジャック・デンプシーと同名だが、本来こちらが本家であり、有名なヘビー級王者は、ノンパレルと称された、 この偉大なミドル級王者にあやかって、ジャックのリングネームを名乗った。当時としては、比類な気境だと技巧の持ち主で、1884年、世界王者を自称していた、カナダのジョージ・フル・ジェームスと戦って22回判定勝ち。これをもって、デンプシーを初代世界ミドル級王者とする指揮者が多い。また、1884年から1886年にかけては、 ライト級の王座を保持して2度の防衛に成功し、これを初代世界ライト級王座とする場合もある。同時代の競合相手に王座を4度防衛。4度目の防衛戦では、自称世界王者、ジョージ・ラブランチェのピボットブローを食らって、あわや小負けという危機を迎えたが、ナックルを当てていないパンチは反則だとのデンプシー側の抗議が認められ、逆転勝利となった。 1891年1月14日、後の世界ヘビー級王者で3階級制覇者のボブ、フィッシモンズに13回小負けを喫し、王者から陥落した。68戦48勝3敗7引き分け7、無判定3無効。ありがとうございます。